マクロスシリーズマクロスフロンティア。マクロスフロンティアは日本のテレビアニメ作品。およびそれを原作としたメディアミックス作品。2008年4月から2008年9月まで MBSTBS 系列で放送された。長時空要塞マクロスをはじめとするマクロスシリーズ生誕25周年記念作品であり、テレビアニメでは マクロス7以来13年ぶりの3作目となる。制作には、マクロスシリーズを伝統的に担当する、ビッグウエスト及び毎日放送が関わっており、劇場版も公開された。総監督の河森正春はこれまで同シリーズの映画、OVA には、バルキリーのデザインのみならず監督としても名を連ねて、きたが、テレビアニメにおいては、本作が、初となる。 菊池康人が監督として川森を補佐し、舞姫の経験を買われて参加した吉野博之が全話の脚本を担当する。マクロスプラスをはじめとして天空のエスカフローネや創世のアクエリオンなど川森作品に縁の深い菅野陽子が本作でも音楽を担当するほか川森に馴染み深いスタッフが多数参加している。 シリーズ25周年記念作品という位置づけで、当初は、マクロス25という仮タイトルで発表されていた。作中でも25、クォーターという数字が代用されている。物語の舞台は、宇宙を旅する、超長距離民戦団、マクロスフロンティアである。物語の年代は、超時空要塞マクロスから50年後、マクロス7から14年後の西暦2059年。 シリーズの伝統である主要男女キャラクターの三角関係は本作でも健在で、さらに軍人、歌手としての生活を送る一方で、日常では普通の学生として日々を過ごしている。平和な学園生活、華やかな芸能活動、異性生物との交戦というドラマの中で誤解が一つのテーマとなっている。川森は過去と同じことの繰り返しをせずオリジナリティを、 追求することをモットーとしているが、今回は、マクロスシリーズが、四半世紀を迎えたこともあり、すべてのマクロスシリーズの集大成アルファー、時代感を取り込んだ、新しい形の原点回帰に挑戦している。各種設定やエピソードには、マクロスファン世代のスタッフの意向で、過去のシリーズへのセルフオマージュが多数見られる。吉野は、新しいお客さんが楽しめなくては、 意味がない。その一方、僕らが見てきた、マクロスっぽさも見させてあげたいと述べている。メインと、中島愛。アニメエキスポ2 0 1 2て、同じくシリーズの伝統である歌姫については、制作当時における洋楽ディーバ風のシェリル・ノームと、1980年代の、青春派アイドル風のランカリーが、ダブルヒロインとして登場する。シェリル・ノーム役は、声優と、 シンガーがそれぞれのパートを担当するマクロス7と同様の手法が取られており、歌、シェリルを歌手のメインが担当している。ランカリー役は約5000通の応募からオーディションで選ばれた新人の中島愛が演じており、歌唱シーンも中島本人が担当している。放送中には物語とリンクする形でヒロイン2人のオフィシャルブログも掲載された。 楽曲の多彩さに加え、作中の随所で歌唱シーンを演じている影響から、主題歌、挿入歌のシングルや、サウンドトラックが、オリコンチャート5位内に飛び込むセールスを記録、武道館ライブの先行予約には23万件の応募が寄せられ、当選倍率は20倍を上回った。川森は、久々のテレビ版マクロスについて、 劇場作品や OVA よりも制作状況が厳しいといえども、あまり映像のグレードを落としたくなかったという。メカ作画へのデジタル導入について、マクロスゼロの技術をテレビシリーズの枠の中で活かす方法は、創生のアクエリオンでかなり方向性が見えましたといい、バルキリーと敵生物バジュラの高速戦闘シーン、巨大宇宙船を回り込むカメラワークなどを3、 DCG で滑らかに表現している。映像ソフトが DVD とブルーレイディスクで同時発売されるテレビアニメ作品は本作が史上初となるが高画質再生のメリットから DVD より普及率の低い BD のセールスが上回る傾向を示し、BD 第1巻は2008年の BD 年間売上ランキング1位を記録している。西暦2009年2月。 地球人類と異性巨人種族、ゼントラーディとのファーストコンタクトを機に第一次、聖冠大戦が勃発した。一年余りにわたる戦いは、地球を死の星へと変貌させ、そこに住まう生命の大半を死滅に追いやった。アイドルュリン民名の貢献により決戦に勝利した、人類は文化に共鳴する一部のゼントラーディ人と共に、新統合政府を樹立し、 荒廃した地球環境の再生を目指した。また、聖寛戦争の再発に備え、全宇宙への種の保存、拡散を目的とした銀河発種計画を立案。巨大な居住艦を中心に大規模移民船団が、次々と結成され、人の住める惑星を探して、銀河の方々へと旅立っていった。西暦2059年、基幹アイランド1を中心に、 大小数千隻もの宇宙船で構成された第25次新マクロス9民船団マクロスフロンティアは1000万人規模の居住民を乗せて銀河の中心を目指す航海の中にあった。ある日、近隣中域を航行中の第21次新マクロス9民船団マクロスギャラクシーよりトップシンガーシェリル・ノームがコンサートツアーのためフロンティアに来訪する。 微生学園校中科の高校生、サオトメアルトはステージ演出のエアアクロバットに参加し、観客の少女、ランカリーと出会う。シェリルのコンサートに、人々が熱狂している頃、謎の地球外生命体、バジュラが、フロンティアへと迫っていた。新統合軍の迎撃が走行せぬ事態を受けて、フロンティア行政府は、民間軍事プロバイダー、SMS に出動を要請。 最新 A 化編戦闘機 VF-25 を利用するスカル小隊が迎撃に向かうが、バジュラはついにアイランド1居住区にまで侵入し、破壊の限りを尽くす。混乱の中、アルトは目の前でバジュラに殺されたパイロットに代わり VF-25 に登場。逃げ遅れたランカを救った後、SMS に入り、スカル小隊に配属される。ランカは、 シェリルと出会い、アルトの後押しを受けて歌手への道を歩み出し、コンサートでのアクシデントをきっかけに、アルトと知り合ったシェリルは、自分を特別扱いしないアルトに興味を抱く。バジュラと人類の戦いは、熾烈を極め、平穏なフロンティア社会は、戦時下の不安に覆われていく。その裏では、バジュラの持つ力や資源を利用して、銀河の覇権を握ろうとする、者たちによる、 様々な思惑が絡み合っていた。戦いの中、ランカの歌が、バジュラの行動に影響を与えることが判明し、彼女は希望の歌姫として祭り上げられる。ランカは、母親の体内で、バジュラ由来の V 型感染症に感染しており、病原菌と共生関係にあることで、バジュラと断片的なコミュニケーションが行えたのだった。一方で、シェリルは、 ランカの力を利用しようとするギャラクシー船団上層部に見捨てられ、幼少期にバジュラとの接触を目論むギャラクシー側に人為的に感染させられた V 型感染症の病状が悪化し死の淵に瀕する。ランカの歌の力を借りてバジュラの勢力圏から脱したフロンティア船団だったが、館内に入り込んでいたバジュラの陽性が大量発生し、 戦乱は高校の継続が困難になるほどの大打撃を受け、数多くの人命が失われる。記憶を取り戻し始め、自身がバジュラと重大な関わりがあることに気づいたランカは、正体を知らずに飼っていたバジュラの妖精を群れに返し、人類との争いを止めるため、友の命を奪ったバジュラを、人類の敵と憎むアルトに別れを告げて、バジュラの本性を目指して旅立つ。 残されたアルトは、シェリルの病状を知り、最後の瞬間まで共に生きることを誓う。混乱に乗じて、権力を掌握したフロンティア新政権に疑念を抱く、SMS は、アルトラ一部の隊員を残して、戦団を離脱し、独自に戦役の真相を探り始める。バジュラボン製の位置を突き止めたフロンティア戦団は、本星に進行し、 そこを新たな居住地とすることを決定する。病状が進行し、ランカに近い力を得たシェリルの歌を味方につけ、新兵器でバジュラの群れを蹂躙していくが、突如戦場にランカの歌声が響き、体制を立て直したバジュラの猛攻により、フロンティア戦団は絶体絶命の危機に陥る。そこへ、SMS が帰還し、 ギャラクシー戦団上層部とフロンティア新政権の陰謀を白日のもとに晒す。シェリルの歌とアルトの呼びかけで、ギャラクシー戦団に囚われ操られていたランカは自我を取り戻し、3人はこれまでの絆を確かめ合う。シェリルの病状は脳を犯していた細菌が自ら、ランカと同じく腸に定着したことにより回復し、2人の歌によってバジュラは、 人類という存在を理解する。SMS を中心として結束した人類と人類への誤解を解いたバジュラは協力し合い、ギャラクシー戦団上層部の野望を打ち砕く。すべてが終わった後、バジュラたちは別の銀河へと去り、フロンティア戦団はバジュラが残していった本星に降下する。主な登場人物は以下の通り。アバンタイトル部分のナレーションは、 大川通る。次回予告のナレーションは小林さないが担当。SMS 所属新童合軍所属居住艦2048年にバジュラの襲撃を受けて壊滅した調査船団。政府による公式発表ではフォールド断層に巻き込まれた遭難事故と説明されている。ランカは本船団の数少ない生き残りの一人であり、新童合軍時代のオズマも、 護衛部隊として所属していた。なお、襲撃を受けたのはガリア4中域であったが、アルトたちが遭遇するまで、調査船団の残死は発見されていなかった。フロンティア船団内の地名、施設については新マクロス級超長距離移民船団を参照。第1話はバージョンごとに使用曲が異なるため、第1話 TB、第1話で、 1> 第1話ヤードに分けて表記する。基本的なエンディングテーマは、ダイヤモンドクレバスとノーザンクロスの2曲。オープニングテーマ3曲に対して、エンディングテーマが11曲と多くなった理由として、監督の菊池康人らによれば、総監督の川森正春が、絵コンテを切っている際、その曲のままエンディングになだれ込むことが判明するたびに、発注したためだという。 表中では歌唱シーンから直接エンディングテーマにつながる場合、挿入歌にと復帰する。本放送局は前々番組、ダーカーザンブラック黒の契約者マイナスの TBS、系列10曲と同一だが、過去に放映されたマクロスシリーズ作品と比べると、ローカルセールス枠のために激減している。2009年10月より、毎日放送を除く。 本放送局以外の TBS 系列局でも放送。南日本放送及び琉球放送は未放送で合計26曲ネットとなった。2013年10月より同年12月25日発売のブルーレイボックスの販売促進を兼ねた再放送を東京 MX テレビ北海道、テレビ愛知。 サンテレビ TVQ 九州放送及び BS11 にて実施。これを控えて特別番組マクロスフロンティア再放送直前特番グレースリポートが放送開始前週に放送された。ナビゲーターは井上キクコ。他主要スタッフや声優陣のインタビューを交えての構成。マクロス・スフフォンフィア、マクロス・スフォンフィアは 2008年5月27日より、マクロスフロンティア公式サイトで配信された、フラッシュアニメ。制作は、映像会社、アイオズ・ア・バレリーナ。登場人物は3等身キャラクターにデフォルメされ、字幕でセリフを表現。役柄は全て変更され、ゲームソフト制作会社。 SMS での日常をコミカルに描写する。全20話配信後は、プロモーションムービーと最終話のみ、無料視聴可能。本作のデフォルムキャラクターは、ネクスコ東日本の ETC、安全走行イアップキャンペーンでも使用された。2012年放送の、マクロス超軸ゼミナール。でも SD 版シェリルが、講師役として出演している。 ラジオ放送文化放送、MBS ラジオにて放送。インターネットラジオン、泉谷マクロスフロンティア公式サイトにて、インターネット配信も行われていた。携帯配信ラジオ JVC エンタテインメント、フライングドッグから発売。作曲、編曲は、菅野陽子、プロデューサーは、佐々木志郎。佐々木は、マクロスプラスの作曲家に、 感能を推薦するなど、マクロスシリーズの音楽面をプロデュースしており、今回は、企画時より演出プランにも関わっている。シングルサウンドトラック、ボーカルコレクションコンセプトアルバムいずれも、三協からの発売。その他、マクロスエースに、青木隼と、平吹正宏らの読み切り作品が不定期掲載された。これらも、単行本。 マクロスコミックゼントラ森に収録されている。キヒサヤメガネチョの娘ドラ、マクロス FF、ショウヤマガリコチョのシェリル、キスインザギャラクシーについてはそれぞれ別項目を参照。いずれも小立右京著。本編のノベライズ作品であるマクロスフロンティア全4巻が発売され、マクロスエースや、 ザスニーカーなどにも番外編的な内容の短編が掲載されている。電撃ホビーマガジン連載のマクロス・ザ・ライド、劇場版ノベライズ、劇場版マクロス・フロンティアについては別項目を参照。家庭用ゲームソフト携帯電話向けアプリフラッシュゲーム。いずれもバンダイネットワークスによるバンダイコレクションでの有料ダウンロード配信。 現在は終了。クロスオーバー作品劇場版名義で出演している。作品は劇場版マクロスフロンティアゲームを参照。作品内テレビアニメ出展小説出展。ありがとうございます。